皆さん、こんばんは。今日は2024年2月3日土曜日です。今日のテーマは、習近平、中国外交の罠について。習近平はですね、金正恩、北朝鮮とロシアのプーチン大統領を利用しました。これについて、中澤先生ですね、の記事ではありますが、中国の高官、アメリカを訪問した罠ですね。そういう目的について先生が分析されました。中国の外交とアメリカの外交ですね。これから変わるでしょうか。つまり仲良くなっていくでしょうか。原因はですね、ロシアと北朝鮮ですね。仲が良いからです。内容はですね、去年6月、中国の陳外務長官が急に消えました。中国の外交業には新しいスターが登場しました。その人はですね、劉建超と言います。これについて前の動画で話をしましたが、劉建超というのは中国共産党の外交官です。つまり中国の外務長官ではありませんが、共産党の外務の代表です。1月8日、急にアメリカを訪問しました。党の代表として、習近平の代表として訪問しました。アメリカでは大歓迎されました。ブリンケンさんと会談もありました。それから、フィナーさん、副国家安全顧問とも会談しました。また、民衆党と共和党の高級官僚とも会談しました。サンフランシスコ、ニューヨーク、ワシントンを訪問して、企業家、商社の代表とも会談をしました。劉さんは60歳です。習近平に信用されています。元インドネシアとフィリピンで中国の大使として活動してきました。外国のメディア、記者との付き合いも深いんです。英語は上手です。ごますりも上手です。劉さんはですね、見た目では優しそうな顔なんですね。ニコニコしてますので、パッと見てですね、優しいな感じです。しかしですね、劉さんはそういう訪問の活動はですね、世界ではあんまり注目されていません。最近、プーチン大統領と金正恩さんですね、仲がいいんです。習近平にすれば、バイデンさんと仲良くなって、北朝鮮とロシアのことを牽制しようと。ロシアはですね、北朝鮮から1000個以上のコンテナですね、もらいました。砲弾多いんですが、ミサイルもあるんです。その代わりに、ロシアは北朝鮮に対してミサイル、またロケットの技術を提供しました。特に巡航ミサイルです。最近北朝鮮はミサイルの発射実験がものすごい多いんですよ。かなり技術が進化したと見られています。しかし、金正恩さんは朝鮮半島を危険のところに持っていたんです。今年1月、北朝鮮政府は発表しました。韓国とは敵同士の関係です。同じ族ではないんです。統一はもうしないんですよ。もうないんです。潰し合いなんですよ。我々は戦っている状態です。それから、金正恩さんは言いましたが、北朝鮮の憲法を修正しようかと。戦争となったら、韓国を統一しますから。それから、平壌にある母国統一記念塔を潰そうかという発言もあったんですよ。これがですね、金正恩さんのお父さんが作ったものですね。2021年作ったものなんですよ。また、北朝鮮と韓国との連絡のルートを切ったんですよ。それからミサイルですね、発射実験続いてきましたか。最近、日本とアメリカですね、フィリピン海で空母2隻、日本は海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦伊勢という準空母も参加されました。アメリカの空母は原子力空母であるカール・ビンソンとルーズベルト2隻なんですね。これは中国を牽制する狙いはあるほかに、北朝鮮のことを牽制することもあります。現在ロシアが北朝鮮のことを支持して、北朝鮮に挑発してもらっています。これはロシアにすれば有利なんですよ。東アジア地域、あるいは朝鮮半島が不安定となってくると、アジア地域、欧州もアメリカもウクライナのことだけに気にしてきたんですが、それをやめてしまいます。つまり、ロシアはですね、少し楽にはなります。しかし、中国にすれば嬉しくないんですよ。北朝鮮は自分の裏庭なんです。その裏庭ですね、ロシアが入ってきたんです。怖いのは、北朝鮮はですね、核兵器というものを持っていますので、ロシアの技術でさらに強化できますから、強くなっていくんです。中国政府にすれば、北朝鮮はとても危険なんです。もし北朝鮮がミサイルにですね、核弾頭を搭載すると、北京も怖いなんですよ。でも、習近平にとって、プーチンさんとの関係がやはり大事なんです。しかし、二人にはですね、線があるなんですよ。プーチンさんは北朝鮮を訪問予定なんです。もしですね、プーチンさんは北朝鮮を訪問すると、中国政府にすれば、メンツがないなんですよ。やはり今年初めですね、プーチンさんの外遊は北朝鮮なんですよね、と言われたら、習近平の顔はあんまり良くないんですよね。それはですね、中国の国民も気づきますので、習近平はそれで作戦を考えました。北朝鮮とロシアの関係を利用して、アメリカとの関係を改善しようと行動しました。今年はアメリカの大統領選挙の年なんです。大統領選挙までバイデンさんはとても忙しいんです。もし朝鮮半島で戦争が起きると、バイデンさんは対応できるでしょうか。ウクライナの事情、まだ落ち着いていません。中東の問題、続いています。イスラエルの戦いは、まだ完全には終わっていません。ここでもしですね、朝鮮半島が戦争となったらですね、これは結構大変です。米軍は強いんです。でもですね、同時に3つの前線に行くわけですから、これはですね、やはり分散されてしまうので、非常に不利です。また、トランプさんにすれば、これはチャンスなんですよ。トランプ大統領の時代でしたが、キム・ジョンウンさんと会談しました。韓国、アメリカ、北朝鮮、3カ国の会談もあったんです。ここでトランプさんははっきり言えます。もし自分が大統領となったらですね、朝鮮半島はすぐに落ち着くよと言えますので、トランプさんはこの間も言いましたが、24時間以内ですね、ロシアとウクライナの紛争、戦争ですね、終わりにするんですよ。そういうふうにできるよと言いました。習近平とバイデンさんですね、台湾については対立なんです。でも、朝鮮半島の問題になってくると、二人は良くなれるんですよ。バイデンさんですね、警戒していますので、ロシアと北朝鮮が仲良くなれば、朝鮮半島が危険なんです。習近平もですね、これ以上にロシアと北朝鮮が仲良くなっていけば、自分の立場がなくなってしまうんです。これで、バイデンと習近平ですね、二人は付き合い、あるいは話し合いの材料が出てきました。ウクライナ戦争はですね、アジア地域とは関係ないように見えるかもしれませんが、しかしですね、ロシアと北朝鮮の付き合い、あるいは武器、ミサイルの技術での使いが強化されて、アジアとヨーロッパですね、無関係とは言えません。ここで中国の劉さんですね、中国共産党の外交の代表として、北朝鮮の労働党の外交の代表と深い付き合いをしてきましたので、劉さんは北朝鮮とプーチンさんのことをよく知っていますので、アメリカを訪問して大変歓迎されました。劉建長、アメリカで言いました。中国は国際秩序を変えるとは思っていませんよと言ったんです。これはですね、アメリカの地位を支持しますよ。あるいはアメリカは世界のリーダーですよと認めたということです。そして中国はですね、我々はロシアと北朝鮮に土地がいますよとアピールもしました。また、劉さんはですね、1月14日、北京から、北京へ帰りました。1月19日、北京にいる北朝鮮の大使、李さんと会談もしました。つまり、劉さんはですね、アメリカを訪問した時ですね、北朝鮮について話をしてきました。1月25日、北朝鮮の中国の外務担当、孫さんですね、また北朝鮮を訪問しました。それから、北京から平壌へ行くわけですから、平壌へ飛ぶ飛行機が非常に少なくて、孫さんはですね、北京から列車を乗って移動しました。つまり、とても急でした。急ぎでした。しかし、去年12月ですね、北朝鮮の副外務長官、北京を訪問して、孫さんと会談したんですよ。また、1月26日、孫さんは北朝鮮について、北朝鮮の外務長官と会談もしました。中国と北朝鮮ですね、戦略ではなくて戦術の使いについて話をしてきました。戦略より戦術ですね。これでわかるのはですね、中国と北朝鮮、頻繁的に外交の活動をしています。つまりですね、ロシアと中国にすれば、やはりロシアと対抗しようという意味です。しかし同時に1月26日、王毅とサリバンさん、タイで2日でしたが、16時間も会談しました。会談の内容はですね、主に朝鮮半島の問題でした。また、ミサイル発射時期の問題についても話をしました。1月28日、北朝鮮の金正恩は、新型ミサイル発射実験のところにいて視察しました。朝鮮半島が危険になってきました。プーチンさんは笑っています。戦争を起こして2年間も続いていますし、そして金正恩さんはずるいです。ロシアと中国の真ん中に立ってバランスをとっています。習近平はバイデンさんと仲良くしようと。それからテレビ電話の会談も準備しています。これから劉建超と王毅の行動が大事です。朝鮮半島の事情、アジア地域、世界、またウクライナも影響されていますよというふうに終わりにしましたけれども、つまりですね、中澤先生はですね、そういう記事書いてくれたんですが、まとめているし、非常にわかりやすいです。そして各日程、ニュースですね、その日に起きた事情ですね、全部つながっていますので、まとめるとですね、劉建超、アメリカを訪問しました。朝鮮半島の問題がやはりメインでした。台湾の問題についても話をしたというふうに私は思いますが、ただしですね、一つ言いますが、先生はですね、あることを触れていません。それはですね、北朝鮮は中国のことをやはり依存しているんですよ。これについては触れていません。中国と北朝鮮ですね、毎日鉄道ですね、列車は少なくても1本ですね、走っています。食料品とか、医療物資とか、生活物資とか、ガソリンもそうですが、そういうものをですね、送っているんですよ。その鉄道がですね、止まってしまうと、北朝鮮では食料の危機が起きてしまいます。例えば、習近平はですね、金正恩さんを接待しました。このお酒ですね、ものすごい高いんですよ。128万元以上するんですね。これはですね、2000万円もするんですよ。これはですね、習近平は自分はですね、お金持ちですよというアピールではなくて、我々は普通の関係ではありませんということなんです。キム・イルソン、それからおじいちゃんですね。キム・ジョイル、お父さんですね。病気の治療はですね、健康診断もそうですが、全部中国で受けていました。北京にあるですね、これは内部の病院です。301軍の病院なんですよ。部隊病院とも言いますが、実はですね、ここでちょっと話をしますが、習近平の膵臓がんについて話をしますが、実はですね、北朝鮮のキム・イルソンなんです。キム・ジョンウンさんのお父さんですね、膵臓がんで亡くなったんですよ。で、当時ですね、北京に来ることができなくて、301の医療チームですね、北朝鮮に平壌にいたんですよ。それでですね、この情報がバレたんです、実は。これはですね、中国人民解放軍の総病院なんです、実は。中国の医療設備は一番良い病院です。医療体制も一番なんですよ。軍の病院ですから、軍というものはですね、秘密を守ることが大前提ですね。それが大事なんですよ。独裁政権の指導者はですね、健康の状態がものすごい秘密なんです。部隊ですとですね、その秘密を守ることが大事なんです。例えばですね、北京には、あまり目立たないホテルがあるんですよ。そして、関係ない人はですね、立ち入り禁止です。報酬もないんですし、報告も、ないんですし、宣伝もしないですし、関係者以外は立ち入り禁止です。原因はですね、このホテルも中国の部隊が運営するホテルなんですよ。秘密が大事です。なので、中国の要人ですね、このホテルで会議することが多いんですよ。基本はですね、立ち入り禁止です。でも見た目は普通のホテルではありますが。また、301病院はですね、実はですね、お医者さんが問診します。お医者さんが問診してですね、その患者さんは誰でしょうか？実はですね、お医者さんもわかりません。そういうふうにですね、体制を作ってるんですよ。例えば、この病院で連動券取ったんです。違う病院の先生に見てもらうんですよ。その患者さんは誰でしょうか？わかりません。これがですね、そういうふうに体制をですね、作ってるんですよ。なので、実はですね、中国のこの301の病院で、情報が漏れることはですね、私はないと思います。なので、習近平の水道管について、私はですね、言ったことはありません。そして、キム・イルソンですが、さっきも言いましたが、水道管で亡くなったんですね。これが、情報が漏れた原因はですね、北京の医療チームが北朝鮮側にいたからなんですよ。もし、キム・イルソンですね、この病院で治療あるいは受けたらですね、これは情報は漏れることはないでしょうかというふうに私は思います。北朝鮮ですね、朝鮮戦争が終わって、ずっとですね、中国の言いなりなんですよ。キム・ジョンウンさんは、やはりスイスとかですね、留学経験もあるわけですから、若いですし、帰ってきて、登場して、状況をですね、なんとか変えようと、私はしたというふうに思いますが、でもやはり難しいなんですよ。北朝鮮と中国の、地理的な関係もあるわけですから、とても近いなんですね。また北朝鮮は、やはり世界に孤立されていますので、中国を経由して世界とある意味ですね、連絡してるんですよ。それからトランプさんと、会談もありましたが、例えば、ベトナムのハノイで、キム・ジョンウンさんとトランプさんですね、二人会談あったんですよ。でもですね、あまり成果はありませんでした。これについてですね、やはり求めるものが違うなんですよ。まだ確実ですね、機会がありましたら話をしますが、その後ですね、2、3年間、キム・ジョンウンさんはですね、習近平にずっと無視されました。電話しても出ません。会談もないんです。外交もないんです。キム・ジョンウンさんはですね、習近平に手紙を送付したんですよ。で、習近平はですね、それでも2、3日後に見るんです。そして、習近平にすればですね、キム・ジョンウンさんは勝手にアメリカと会談すること自体がダメなんですよ。もう一点言いますが、普通はですね、キム・ジョンウンさんはどこかの国に行くとですね、中国の飛行機ですね、乗ってもらうんですよ。中国政府が飛行機を手配しますので。でもですね、当時はベトナムにいたんだとはですね、列車で移動したんですよ。トランプさんはキム・ジョンウンさんにいたんですよ。あなたはですね、2、3日、4、5日間もですね、かけて列車で移動してきましたね。私はですね、アメリカの、飛行機ですね、専用の飛行機ですが、送りましょうかと。2時間ぐらいで行けますよ。と言ったんですよ。で、キム・ジョンウンさんは、いいですと断ったんですよ。そういう話もあったんですね、実は。キム・ジョンウンさんはですね、中国に依存しない。それで、プーチンさんに接近して、ロシアと仲良くしようというのはですね、まだ中国に無視されてしまう可能性が高いんですよ。つまりですね、キム・ジョンウンさんは、そういうふうにですね、冒険はしないと私は思います。つまりですね、北朝鮮は、ロシアのことを支援しています。武器も弾薬もですね、送っていますが、これはですね、中国の同意、あるいは習近平の了承、あるいは習近平の命令なんですね。がなければ、金正恩さんは私はしないと思うんですよ。そして、習近平はですね、実はロシアのことを支援してあげたいんです。でも、やはり、習近平はですね、プーチンさんから見て、習近平は男ではないんですよ。習近平は口先で、ロシアと仲いいですよ。付き合いは無条件ですよと言いながら、でもですね、アメリカとか日本とかですね、西洋に制裁されたら怖いわけですから、ロシアのことをですね、堂々と支援はしないんです。なので、習近平はですね、実は真の男ではないんです。約束を守りませんので。中澤先生の話ではですね、習近平はプーチンさん、また、金正恩さんを利用して、バイデンさんと交渉しました。中国との関係を改善しましょうと。ロシアは北朝鮮のことを支持しますから、戦争がですね、この状態で起きたらですね、あなたは大変でしょ。仲良くしてくれたら、少なくても中国は参入しませんから。こういうふうにですね、交渉すれば確かにバイデンさんはですね、乗ってくれるというふうに私は思います。ただしですね、この流れの中では、習近平にとって、やはりプーチンさんがですね、とても大事なんですよ。これがですね、忘れてはいけません。プーチンさんは神様なんですね。習近平にすれば。つまりですね、習近平は罠を作ったんですよ。バイデンさんのことを誘惑しました。目的はアメリカとの関係を改善することなんですよ。でも習近平はですね、実は何もしません。これがですね、習近平の罠なんですよ。そしてこの間、動画でも話をしましたが、バイデンさんの外交はですね、あんまり良くないんですよ、実は。これに対してもですね、アメリカの共和党側もですね、批判されています。バイデンさんの外交のことをゾンビの外交というふうに表現しています。これはですね、つまり外交をやっても何も成果がないんですよ。戦争も続いていますし、何か成果も一つもないんですね。あなたは何をしてるんですかと共和党側はものすごい批判してるんですよ。これが今バイデンさんの状況ではありますが、つまりですね、バイデンさんはもし習近平の誘惑ですね、信じてしまって乗ってしまえばですね、これは大変なんです。というふうに私は思います。まだですね、中国の経済、まだ社会について話をしたと思います。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。